それでは、時間になりましたので、講義を、始めたいと思います。私は、産業技術総合研究所生命情報工学研究センター、創薬分析系チームの広川と言います。よろしくお願いします。今日は、創薬インフォマティクスを用いた医薬品探索ということで、大まかな講義内容ですけども、講義内容は4つのセクションに分かれています。最初はまあイントロダクションを紹介しまして、その後に、インシリコスクリーニング、これインシリコというのはコンピューターという意味で、コンピューターで行う医薬品探索の事例について、ストラクチャーベースとドラッグデザインという方法と、リガンドベースとドラッグデザインという方法、2種類を紹介します。次に、バイオインフォマティクスと、このような化合物を中心とした情報科学、ケモインフォマティクスをの融合による最近の、医薬品の副作用の仕事を、論文から引用して紹介したいと思います。あと最後に、これから医薬品探索はどういう問題を抱えているかということで、これからの医薬品探索研究を、細かいところを紹介するというよりも、問題提示を皆さんに、お伝えして、講義のまとめとしたいと思います。それでは早速イントロダクションですけども、医薬品開発、創薬研究というのは、究極のゴールは、生物系と化学物質の選択的相互性の解明が、究極のゴールです。でこのために、実は1940年代からですね、いろんなアプローチが出されていました。第一世代と呼ばれるものは、抗生物質を使って、それの発見、改良、合成をするもので、割とこう、ちょっと運に、どういう抗生物質に発見、巡り合わせるかっていう、運も随分かかってくるようなものでした。で、第二世代になりまして、いよいよ、具体的な酵素阻害とかですね、受容体の拮抗剤を作るという、生理学的な研究とに基づいた方法が使われるようになりました。でその後ですね、分子生物学とかバイオテクノロジーが進みまして、バイオ医薬品のようなものが出てき、その後ですね、遺伝子治療、ハイスループットスクリーニングとかコンビナトリアルケミストリーと呼ばれる技術が、入ってきました。で現在ですね、第5世代と呼ばれるもので、これは人の遺伝子情報とかバイオインフォマティクスを使った、ゲノム創薬、構造ゲノミクスなどによる医薬品開発が、メジャーになってきています。で今日の、講義のタイトルにもなっている創薬インフォマティクスというのは、この、バイオインフォマティクスとケモインフォマティクスという両方を融合する融合した分野だと言えます。でバイオインフォマティクスは主に、遺伝子情報からターゲットタンパクを取ってきたり、パスウェイ解析をしたり、分子モデリングをしたりというような、研究課題があり、一方ケモインフォマティクスは化合物の毒性とか化合物の分布を調べたりとか、化合物の構造特徴を取ったりというふうな、あと構造活性相関 QSAR と呼ばれるものを扱います。でちょうど真ん中にあるのが、タンパクと化合物のドッキングシミュレーションとか、バーチャルスクリーニングという両方の技術を使って行う研究課題になります。で歴史的にバイオインフォマティクスは、基本として、遺伝子情報はオープンです。ですからアメリカや、あちこちでですね、ゲノムのリソースというのは、自由に使えるんですけども、ケモの方は化合物の活性情報などを含むので、なかなか、意味のある情報というのはほとんど企業が持っていて、オープンに我々は使えない立場になってきました。しかしですね、近年アメリカとかヨーロッパが積極的に化合物の情報をオープンに公開するという動きが出てきていますので、今は、バイオインフォもケモインフォも両方、解析する情報としては自由になっています。ただ先ほど話した歴史的背景があるので、実はバイオインフォとケモインフォを両方知っている人というのはあまりいなくて、どちらかというとバイオインフォ、どちらかというと企業に入ってケモインフォを勉強するといったことで、両方をよく知っている人材がもう圧倒的に不足しているという背景があります。
ですからこの創薬インフォマティクスというのは、こういうバイオケモ両方を理解できた、研究者を、これから育成していくという意味でも非常に重要な分野だと言えます。それではですね、もう少し具体的な、研究の目的などに入っていきたいと思います。まず医薬品分子を、どうやって探索するかということについて、ここに一般的な分子生物学に関する、数値を挙げております。しかしですね、化合物の多様性というのはこれの比ではなくて10の60乗可能性があると言われています。これはある研究者が、キミストがこう試算したんですね。単純な元素を使ってある程度の大きさの化合物を作る骨格のバラエティがどれぐらいあるかということを試算すると10の60乗個可能性があると言いました。ですから我々はこの中から、医薬品の種になるような分子を探さなくてはならなくて、非常に大変な力ずくでどうにかなるという問題ではありません。でこれを、そのことを証明するような報告もあります。この3つの図は、化合物の空間を2次元に、表現したものだと思ってください。具体的には姿勢分分析という方法を使っています。でドットそれぞれは化合物です。まず右側、これは天然物ですね。漢方も含めて天然物です。で左側は上肢医薬品ということで、今世の中で売っている医薬品の化合物のスペース空間です。で真ん中は人が、例えば10の60乗個全部作っちゃえという勢いで頑張って作った結果のケミカルスペースです。でこれを見ると、結局人が網羅的にたくさんの化合物を作れれば作るほどいいんですが、やっぱり人が何か作ろうとしてもある偏ったケミカルスペースしか覆うことができず、むしろ天然物の方が薬として成功しているものとのケミカルスペースが非常に似ているということが分かりました。それはも、もちろんですね、人が、ロボットで化合物を作るときに人の苦手な反応ってあるんですね。キラリティとかそういう立体の制御とかをするのはやはり、オートマティックには難しくて、やはり偏った分子しかできない。やっぱりですね、闇雲に10の60乗を作ろうと思っても、それだけでは新薬にたどり着けないということが分かります。で、そもそも、じゃあ医薬品分子ってどういうものかというと、医薬品分子は、化学物質、まあペプチドでもいいですけども、まあ低分子で限定するのであれば物質が、タンパクに結合することによってその生物学的な活性をコントロールする変えるというものがドラッグです。で、ここに書いているようにある化合物医薬品分子は目的となるタンパクに結合して作用して、それによってこのタンパク自身の機能をコントロールします。通常、このような標的になるタンパクというのは、酵素とか受容体、イオンチャンネル、位相タンパク、DNA というものがメジャーなターゲットで、それぞれに対して薬として求められるものはエンザイムの場合はインヒビタで、レセプターの場合はアゴニスト、アンタゴニスト、ちょっと表現が違いますけども、インヒビタというのは本来ある生体内の内在性物質をより先回りしてくっつくというのがインヒビタ、阻害です。でレセプターの場合は確かにインヒビターになるんですけども、もっとこう機能が分かれていて、アゴニスト、アンタゴニストっていう2種類があります。アゴニストっていうのは作用薬、皆さんがもともと持っているヒスタミンとかドーパミンとかそれの代替になるような化合物っていうのがアゴニストだ、タンパクにとってもともとアクティベートするものです。でアンタゴニストは逆に不活性化する類の医薬品のことをアンタゴニストと言います。あとイオンチャンネルとか、DNA に関しては完全に、本来のリガンドはないですけども、ある機能を完全にブロックするという意味でブロッカーを作ることがメインになっています。その、医薬品のこれまで成功している医薬品の標的タンパクをどれぐらい使っているかというパーセンテージは、まあ、早い段階で、ネイチャーなどに報告されています。だいたい、酵素エンザイムが47%、 GPCR と呼ばれる膜内剤のレセプターが 30%、
あとイオンチャンネル、トランスポーターというのがこういう割合で大体医薬品のターゲットになっています。このような比率になってまして、実際に GPCR などを先ほども言いました武田君さんはすぐゲノムから、新しい、大幅な GPCR はないかというふうな対策をしました。それぐらい、まあ、メジャーなターゲットとして知られています。では、こういった、ある特定の分子を標的にして、医薬品開発をするということは先ほど言ったような10の60乗個から、力ずくで探すという方よりもよっぽど戦略的な、方法だと言えます。よっぽどというか戦略的な方法です。でその一つの方法が、分子標的創薬というふうに呼ばれています。でこの分子標的創薬ですけども、歴史をたどると1894年に、ノーベル化学賞を受賞した、エミール・フィッシャー先生が初めて酵素が糖の異性体を認識するということを調べて、分子標的創薬のコンセプトができてきました。これは、今鍵と鍵穴理論と呼ばれているもので、最近はお薬のコマーシャルでよくそういう鍵にこうお薬が入る CG が出ますけども、あれの原点になっているものです。で、スライドの右側に、フィッシャー先生の、顔写真と、隣にこれはある化合物がタンパクに結合している状態、いわゆる鍵と鍵穴の状態を示しています。で、こういうふうにですね、鍵と鍵穴を使った、医薬品開発のことをストラクチャーベーストドラッグデザイン、構造に基づく医薬品分子設計というふうに呼ばれています。でこれは、X 線構造などのタンパクの立体構造が急増していることや計算機技術の技術、精度が上がってきたことによって、今まさに、SBDD は注目されています。でコンピューターによるそういうリガンドの結合実験なども非常に精度が良くなってきています。そういうことが分かると実際に、スライドの右下に書いているように完全にコンピューター上でタンパクと化合物の電子構造を出して、実験をする前にあらかじめ効きの良い化合物を当たりをつけて最小限の実験で済む。こういうことをすると、産業界でいうと大体数千から数億円のコスト削減にもなりますし、どういうふうに、化合物がタンパクについているかということの可視化も同時に行います。こういう利点があります。で、実際にエミール・フィッシャー先生が発見した1894年、抗がん剤を例にすると初めは、化学療法とかホルモン療法に頼っていたものがヒトゲノムが分かった2000年以降タンパクの立体構造の登録件数の増加と相まって、抗がん剤に関してはグリーベックとかイレサ、よく報道で出てきますね。こういうふうな、分子標的治療薬というものが、ごく最近出てきたわけです。はい、それではですね、このような、分子標的創薬の、探索方法をインシリココンピューターで行うためにはどういう方法があるか、これから細かいところを紹介していきますけれども、まず概略を、このスライドで説明したいと思います。通常医薬品開発をするときは、ストラクチャーベースドラッグデザインのように標的タンパクの構造情報があればそれを使って候補化合物をこの、標的タンパクの活性ポケットに当てはめてみてその適合性をコンピューターで評価して医薬品の候補になるかどうかを考えます。またもしくは、この立体構造標的タンパクの立体構造がない場合でも他社や天然物など先行品があった場合に他の企業はそういう先行品をもとにしてこいつの似た構造を探してきてなおかつ特許として被らないものを新しく発見するという、化合物のをお手本にして新しい化合物を探しに行くという方法があります。これは後ほどリガンドベースとドラッグデザインという方法で紹介していきます。その他にですね、コンピューターを使った医薬品探索の、分野として構造活性相関というものがあります。これは今回の講義では特に触れませんけれども、数種類の化合物に対して活性値が分かっている場合にそれが、化合物のどういう物性に、
依存しているかということで線形式を立てたり分類したり機械学習などを使って、活性非活性化物を分離したりというふうな構造と活性を、調べるためのインシリコの手法です。こういうものもあります。それでですね、これから、具体的にインシリコスクリーニングについて、ストラクチャーベースドラッグデザインと、リガンドベースドラッグデザインについて紹介していきたいと思います。それでは、少し専門的になってきますけども、これから、2つの手法を紹介します。一つはストラクチャーベースドラッグデザイン、もう一つはリガンドベースドラッグデザイン。製薬会社などに関心のある方はこの言葉を覚えてください。普通に出てきます。 SBDD、LBDD と言います。で、ストラクチャーベースドラッグデザインの長所を言いますと、まず基地リガンド情報に依存しないというポイントがあります。これは何かというと、タンパクのポケットの情報を基づいて、化合物を探索するので、別にポケットにフィットする化合物はどんな化合物であっても構わないです。特に新規の、既存のリガンド情報がなくても、発見することができますし、ポケットは与えられるが中を充填する化合物の骨格に制限はないので、新しいケモタイプ、ケモタイプというのは構造のタイプですね。例えばベンゼンが何個あるかとか、そういう構造のタイプとして新しいものが発見されます。また、その化合物がどれぐらいの強さで効くかっていう、エネルギー的な寄与もタンパクとの、エネルギーを計算すれば見積もることができるので、非常にそういったところが長所です。一方、端子はですね、精度がまだ十分ではありませんし、量子計算にこだわれば時間がかかりますし、さっ引けばやっぱり、地方相互作用エネルギーの計算手法をさっ引くとそれだけ精度が悪くなります。そういう端子はあります。一方、リガンドベースドラッグデザインは、計算時間が高速です。基本的に化合物の検索みたいなことをするので高速ですし、相手のタンパク質が分からなくても、基地リガンドとか先行品さえあればクエリになる分子があればそれを使ってできるので、すごく、標的タンパクの情報の有無に依存しないという、強みを持っています。ただ短所としてはやっぱりもともとクエリあっての話なので、どうしても新しい骨格を見つけ出すよりもやっぱり昔クエリになった骨格を引きずるようなものしか引っかかってこないので、新規発見とか特許を大きくこう逃れるような化合物が出てくるかというと、それは少し疑問が残ります。しかし、もともと活性のある化合物を出発して探すので、そこそこヒットした化合物というのはほぼ同様の活性レベルが期待できるという意味では、これはまあ長所でもあり短所でもあるというふうに言えます。では、これからですね、ストラクチャーベースとドラッグデザインについて、紹介していきたいと思います。ストラクチャーベースとドラッグデザインを紹介するときに一番コアとなる技術はドッキング計算、ドッキング問題と呼ばれるものです。これは、計算的手法による非共有結合複合体予測って書いてますけども、要はタンパクとリガンドが外してもう一回コンピューターで結晶構造のように入れることができるかという話です。ちょっと例を紹介しますけども、ここにこの緑色の炭素で示しているのが、これタンパク側のポケットです。で、水色で示されている化合物はこれはリガンドです、低分子です。で、ドッキング問題というのはどういう問題かというと、これを一旦外して入れ直すシミュレーションをします。ちょっとムービーを見てください。こんな感じです。これ絶対実際コンピューターでこういうことをします。で、コンピューターでこれいろいろ探索して一番この方がフィットしますよって答えを今黄色で示しています。で、もともとブルーで示していた結晶構造の入り方なので、この場合コンピューターが多少のズレはありますけども、重要な部分をほぼ完全に再現していると言えます。こういうものがドッキング計算、ドッキングシミュレーションと呼ばれるもので、通常ドッキングシミュレーションというとタンパクと低分子というふうに言われてますけども、ものによってはタンパクタンパクドッキングとも言いますし、タンパク DNA、DNA と低分子というふうな組み合わせもドッキング問題として、定義されることがあります。はい。で、このようにですね、一見このムービーで紹介したようにタンパクと低分子のドッキング問題というのは結構
成熟してるかに見えるんですけども、でも難しいんですね。鍵と鍵穴、ここに書いてますけども、通常人間が考えている鍵っていうのは硬いです。でも低分子はこのように領域中でグラグラ動きます。で、柔らかい鍵を持っている。ちなみに、この分子はですね、皆さんご存知の、ファイザー製薬のバイアグラという、医薬品の、分子構造です。で、次に普通の鍵と違う問題点は、こういう問題です。分子は鍵穴となるタンパクに鍵として化合物が入るんですけども、その入り方はコンピューターで探す以上、本当の入り方も見つけながら、それ以外に、他の探索をします。つまり、入り方には、コンピューター上たくさん存在することをこう見出してしまうため、どれが本当の入り方かということを判定するのが難しい。これがドッキング問題の問題点です。で、次にもっと問題、重要なことは、通常我々が考えている鍵は1個の鍵でたくさんのドアが開くとすごく好都合なんですけども、医薬品の場合は逆で、ある化合物が全部のタンパク質ベタベタとくっついてしまうと、もう生体内の秩序は乱れてしまうので、こういうわけにはいきません。つまり、ある鍵 は特定の鍵となる鍵穴となるタンパクだけに結合してほしいという選択性を持たせなくてはいけません。これがなくなると、副作用と呼ばれるものが出てくるわけです。ということで、鍵自身も動くし、鍵への入り方もたくさんあるし、で、それがどれぐらい強いか弱いかということは判定しなくてはいけません。これを計算機でやるとすると結構大変なことなんです。で、なおかつ鍵ばっかり注目してましたけども、タンパク自身も領域中では揺らいでますので、鍵穴自体も動くわけです。この辺が、非常に問題となるところです。一つの例を紹介します。先ほどは、こう振動モード、ブラウン運動のようなレベルでしたけども、HIV プロテアーゼ、HIV の患者さんが飲んでいる、お薬のターゲットとなるタンパクですけども、これはこういう動きをします。で、開いたら医薬品が入ってきて、医薬品を認識したら閉じると、こういう動きをすると言われているのが HIV プロテアーゼです。ですから、タンパクがこれだけダイナミックに動くと、鍵も動くし、タンパクも動くしということで、我々はその考えなければいけない自由度というのはすごく大変な、量になると。ですから、ドッキング問題というのはある程度成熟はしてるんですけども、まだまだ問題がたくさんあります。で、これをまとめますと、次のような、タンパクと低分子の、分子認識メカニズムは、定義されます。一つは、左側のロックアンドキーモデル、これは鍵と鍵穴、日本語訳すと鍵と鍵穴モデルで、これはタンパクの鍵穴、ほぼ硬いタイプに鍵がスッと入るタイプのことをロックアンドキーモデルと言います。これに対して、右の B、インデュースドフィットモデルっていうのは、融合適合って日本語で訳しますけども、鍵、低分子が入ってくる前の鍵穴の姿は全くややちょっと違った鍵穴なんですけども、鍵が近づいてくるとそれに反応して鍵が入るような形にポケットが変わるという、これ非常に難しい問題です。ただし、結構多くのタンパクがこういうインデュースドフィットモデルっていうメカニズムで分子を認識しているというふうに言われています。で、もう少しちょっと複雑な経緯としては、プレイグジスティングエクリブモデル、プレイグジスティングモデルと簡単に略してますけども、これはタンパクの化合物が入ってこない定常的な熱揺らぎの中に、わずかではあるけども化合物が入ってきた時に取り得る姿を持っている。で、それが化合物が近づいたことで平衡状態が右側にシフトするものです。 B との違いは完全にその揺らぎは観測されません。アポの状態では完全に来ないと、リガンドが来ないとポケットが変化しないのに関して、 C はある程度潜在的では A と B のミクスチャーした感じですね。が、こういうモデルもあると。
ですから、エミール・フィッシャー先生が提案した鍵と鍵穴モデルというのは A のタイプでしたので、この A のタイプ、シンプルな六角形モデルに関しては我々はコンピューテーショナルにこう外して入れるというシミュレーションは結構うまくいったんですが、 B や C のようなケースというのはなかなかまだ十分コンピューテーショナル技術というのはまだ成熟していないということをお伝えしておきたいと思います。はい、そこでですね、ここはまあちょっとトップダウンにドッキング問題の、ドッキング検査の問題点を言いましたが、ここから少し数枚使ってそもそもドッキング計算とは何かという基礎を少し紹介したいと思います。まずドッキング計算、これだけ覚えてください。ドッキング計算には2つポイントがあります。探索とスコアリングです。簡単です。探索というのはさっき言ったようにどう入るんだろうかと探し尽くすことです。でスコアリングというのは探し尽くした結果からどれが本当の入り方かなということをエネルギーを使ってランキングを取るということをスコアリングと言います。ですから探索の段階では真の正しい入り方、真の入り方、正しい入り方を含む広い空間を一応探しておかないとダメなんです。スコアリングという後でバインディングエネルギーを計算することがいくら立派でも探索で正しい入り方を見つけきれてないと、いくらスコアリングが良くても正しい結合というのは予測できません。だからちゃんと探索し尽くしてエネルギー評価も正しくできるということがドッキング計算では非常に求められる要因になります。でドッキング計算の場合はなるべく可能な配光空間を調べたり、場合によってはタンパクなどは少し、フレキシビリティを制限してなるべくその代わり他の、可能な、自由度を考慮しなくてはいけない。またポケットの一方的なところだけしか探すんじゃなくて広い範囲で探すということも重要です。はい、でスコアリングの方は、あるタンパクと化合物のエネルギー計算をするんですけども、本当の入り方と嘘の入り方をちゃんとエネルギー値で識別できるような精度が求められますし、実験で高活性のものと中活性、低活性の化合物をちゃんとエネルギー値として、ランキングが、相関が取れるようなものっていうのも求められます。あとそれを、複数のリガンドや複数のタンパクに対してちゃんと比較ができるような、精度であるということも同時に求められてきます。はい、それではですね、こういう探索とスコアリングというポイントを押さえた上で、実際にどういう手順でやっていくか、本当は皆さんに実習でもしていただきたいんですけども、一応、今回は、講義の内容でなるべくそれを紹介したいと思います。まずタンパクが与えられました、これにドッキングをしましょうと言われたときに、まずやることは当たり前ですけども、タンパクのどこに、鍵となるリガンドを入れるかということを決めることになります。で、どこがタンパクの活性部位かっていう予測は通常は、もともと実験でここを変異すると化合物がくっつかなくなるよとか、そういう実験を使って、分かる場合や、もともと X の中で低分子がついているようなものがあればそこを頼りにポケットとして観測します。でもそうじゃない場合は人間が、こうタンパクの形を見てポケットとなる部分を予測しなくてはいけません。でその時に、コンピューターは結構そういうのが得意で、例えば、実際に世の中で実装されているタンパクのポケット探しのアルゴリズムとしては、タンパクのこういう柔らかい表面を原子中心、構成する原子の中心点を使ってこのように、ボロノイ図、ボロノイ分割をして、タンパクをこういう気化的な、物質として扱って、それが、ポケットとなるこのようなトライアングルが、他のタンパクを充填しているトライアングルとに囲まれて、むき出しになっているこういう三角形を探すことでポケットを探し出すというふうな、もうすでに、確立された方法が、たくさんあります。しかしそうやって探してもタンパクのくぼみっていうのは結構たくさんあります。よく見るとタンパクってくぼみだらけです。それで、これに関して、
割と最近ですね、2007年、アステラ製薬ってご存知ですね、日本で有名な、世界でも有名ですけども、アステラ製薬の研究グループがある論文を発表しました。どういうものを発表したかというと、ドラッカブルポケット、ドラッカブル、あのドラッカーじゃありません、あの医薬品の方のドラッカブルです、どういうことをしたかというと、ここの右の図を見ていただきたいんですけども、これはタンパク質の中でくぼみを探しなさい、先ほどのこのような手法でくぼみを探しなさいと行った結果、この辺にくぼみがありますよということを紅白の義球を使って表現している図です。でこの中でこのタンパク質はこれだけくぼみとなる候補があるんですが、本当に医薬品が入っているくぼみというのはこの真ん中の赤いくぼみだけなんですね。つまり化合物はタンパクのくぼみがたくさんあっても自分が入り込みたいくぼみというのは自然と決まっているはずだ。こういったものが本当に化合物が吸い込まれるようなドラッカブルなポケットだというふうに、考えることにしたんです。で、アステラ製薬の人が何をしたかというと、結晶構造を使って、それもタンパクとリガンドが伴って強結晶を取っているセットだけを取ってきて、タンパクの表面に存在するアミノ酸と化合物がくっついている部分にだけ存在するアミノ酸の、統計解析をしたんですよ。で、もともとタンパクの表面に居やすいっていうアミノ酸の組成比をバックグラウンドにして、その統計量を比較化すると、図のこのスライドの右のような結果が出ました。これは右に行けば行くほどドラッカブルなポケットによく出現する残響を意味します。でこれを見るとトリプトファン、ヒスジン、フェニルアラミン、メチオニン、タイロシン、システイン、この辺りで囲まれているポケットによく化合物が入っていたよという結果が分かりました。ですから我々はもともとどこにリガンドが入っているか分からないという場合でも、まずは、このようなポケットを探索し尽くして、その後にここまで絞った後でそのポケットを構成する表面の出現頻度をこの辺りが、リッチに集まって、こういう残機がリッチに集まっていると、それはドラッカブルポケットだろうということで、そこに狙いをつけてドッキングシミュレーションをしていくわけです。でもう少しですね、興味のある方のために言いますと、例えばリガンド強結晶がここにリガンドが入っていたとしても、先ほどのプロペンシティを見たときに、実は他のポケットにもそういう化合物がつきそうな候補ポケットがあった場合、これは性化学的に言うとアロステリックポケットですね。本来のポケットとは違うアロステリックポケットを我々が新規に発見できるチャンスがあるということです。ですから単純に決めつけられたポケットだけでなくて、このようなインデックスを使うと、新しいポケット、新しい、作用基準をコントロールできるリガンドを見つけることができるかもしれないということが期待できます。でこのようにして、どこに化合物を入れようかなという場所をまず決めます。決める理論は大体イメージ分かりましたね。ああいう、こう幾何的な分子として、とりあえず候補ポケットを探して、そのポケットの後はドラッカビリティのプロペンシティを当てられるということです。ではその後にいよいよタンパク質に化合物を入れていきますが、この時ですね、タンパク質のポケットをあの原子座標のですね、森のような座標で考えると、実は化合物を入れる計算というのは非常に、困難になります。そこで通常タンパクのポケットというのはこういうふうに大胆にも球で近似するという方法が歴史的にされています。どういうふうにするかというと、タンパクの表面に大きさのさまざまな球をコロコロコロと転がします。転がして小さい球は奥まで行くし、大きい球はここでとどまります。こういうさまざまなグローブ球をたくさん入れて、タンパク質のポケットの、大体のこう形状というのを型取りします。で、その型取りしたこの球体の集合体に対して、あとはリガンドが覆いかぶされば、基本的に最初のリガンド取り込みのシミュレーションは成功します。ただこのリガンドを取り込む時の手順には何種類か、伝統的な手法があります。どういう方法かというと、リガンドの全体構造を利用した方法とフラグメントに基づく方法という2種類の方法があります。ちょっと紹介しますが、こういう方法です。まずポケットに入れるんだけども、
リガードっていうのはたくさんこうぐにゃぐにゃこう自由度を持ってますので、ポケットに入れる前にあらゆるリガードの配座を出し尽くして、それぞれ1個ずつポケットに入れるという方法。一方で対極的なのはリガードを1回バラバラにします。ポケットに入れる前にバラバラにして、特徴的なリガードだけ先に、位置を決めて、そこから逆に元の構図に復元するという、こういう方法もあります。アンカー&グローという方法なんですけども、こういう方法を使ったり、初めから、真空状態でたくさん配座を作って入れるという、まあ、こういうドッキングの方法があります。どれが正しいというわけではなくて、インフォマティックスな、まあ、戦略としてこういうそれぞれ、手法流派というものがあります。で、実際にどういうふうにして、探索をしていくかということなんですけども、やっぱり一番簡単なのは、先ほどのこういう球体でも紹介したように、形状相補性を使ってタンパクのポケットにリガンドを入れるという方法がよく使われています。どういう方法かちょっと紹介しますと、まず一つの方法を紹介します。まずリガンドを用意します。このリガンドの配座はたくさんありますので、まずある一致状態の配座を考えます。でこれにリガンドの表面を計算します。で、続きまして、これのリガンドの重心から自分自身の表面の内部に向かってベクトルをたくさん出します。ビューッと。で出した後にこのベクトルを収集して、どういう長さのベクトルがどれぐらいあったかということで度数分布を作ります。この状態でこの複雑な3次元の情報は、2次元の情報、まあ、1次元ですかね、の情報に落ちます。次にタンパクのポケットを考えます。でタンパクのポケットにまず3次元上住所を決めます。番地をたくさんつけて任意の番地を与え、そこから先ほどと同じように今度はタンパクの壁に向かってベクトルをたくさん出します。でその時のベクトルを収集します。で次に、タンパクのポケットの場合はこのドットを1個右にずらします。でもう1回、度数分布ができます。これをグリッドをずっと舐めるようにやります。そうすると相性のいい化合物の状態とポケットの位置があれば同じヒストグラムを取るはずです。それで高速にスッと入れさせるということをして、リガンドの配座とタンパクのどこに入るかという、こうプレイスメントと言われていますけども、取り込みを、高速に行うことができると。こういう形で形状相補性を利用してタンパク質の中に、リガンド物質を取り込むという技術が実現できています。あとはこれをたくさん、多分一つの方法だ、一つの入り方じゃないはずなんで、たくさん入り方があるので出し尽くした後に、あとは、自由エネルギーを計算します。で自由エネルギーの基本形、細かいことは今日は紹介しません。基本形は主にこれらのエネルギー項を加味することで実現できます。まず一つ、この真ん中の黄色がリガンドで周りはタンパクですけども、あるポーズが与えられましたら、最初に水素結合、これ有名ですね。で水素結合皆さん覚えてますか？ドナーアクセプターの水素結合、のドナーとアクセプターの距離と角度に関する値でだいたい双極子が決まりますので、それによって力が決まります。ですからそういうファクターの効いた関数で、タンパクとリガンドとの間の水素結合を計算、計算します。次に水素結合よりもより積極的な空論力であるイオン結合を特別にまた、エネルギーを算出します。でこの2つが主に、空論力なんですけども、次にはこのように、カーボンとカーボンが引き寄せ合う、疎水性相互作用というものも計算します。これはなるべく疎水的な原子が、お互いの接触表面積を大にするように、なればなるほど、結合力を高く見積もるというふうに考えた、この A、 これ表面積です。表面積が最大になるようなスコア関数を使ってこの疎水性相互作用というものを、計算します。で最後に、この自由度と書いているものなんですけども、
これはエントロピーの効果で、もともとタンパクに入る前にリガンドが自由に動けた部分がタンパクに入ったおかげでどれぐらい自由度がこう消されたかということを加味してエントロピーの方として最後に足します。でその全体を合わせて、自由エネルギーという形でコンピューターでこの2つのエネルギー、リガンドとタンパク間のエネルギーを算出しています。これが基本形なんですけども、歴史的にはもっとたくさんのスコアリングがあります。どういうものかっていうと、まず代表的なのはもちろん量子科学、クォータムケミストス、メカニクス、量子計算があったり、あとフリーエナジーバタルシの接動法があったりします。あとは、もう少し古典力学ですね、バネと分子をこうバネでつないだものとして考えて、単純なファンデルワールズとか簡単な空論力をだけを考える、分子古典力学の方法で、算出する方法があります。あとは先ほど言ったように水素結合とかこういう項目を使った、経験的な、スコア関数、この3つがおおよそよく使われる、スコアリングの、方法です。でこれも CPU 単位ですけども、やっぱり量子計算は一つの状態を計算するのでも数ヶ月とか、まあ、大げさにとかかりますし、古典力学まで差っ引くと、数日数週間になるし、経験的ポテンシャルを使うと先ほどの水素結合程度であれば、数分で終わります。しかし真ん中のグラフが示すように、これ横軸は実験での結合の観測値 IC50 と呼ばれるものですが、縦軸はコンピューターで見積もった、結合力です。量子計算は実験と非常に相関が高くなるんですけども、それを固定力学ぐらいで落とすとだんだん相関が怪しくなってきて、簡単なスコア関数だけだとちょっとばらつきが固定力学よりも少し悪くなります。しかし考えてみてほしいんですけども、製薬会社のように数ヶ月であるプロジェクトの見通しをつけなくてはならない場合、候補となる化合物は少なくても300万、400万の化合物から選定をすることになります。それをいくら精度がいいからといって全部、量子化学計算をやっていてはプロジェクトが終わるところかも、他社に、選定を打たれます。なので、量子化学計算をしたいところなんですけども、民間企業とかでは何をしているかというと、数百万から数万に落とすまではざっくりとこのレベルで、数万から数千になるまでは、まあ、固定力学であげる。であと数十とかなったり、もう非常に見込みない化合物が見つかったら量子科学で本当にメカニズムに迫るというふうに段階的にこうナローダウンしていくというのが一般的に使われます。ですから精度が悪いからダメだということではなくて、これはこの分野独特の何だろう文化というか、人間が産業界と密接につながっている分野ならではの発想で、こういう簡略化した結合モデルでも十分、技術としては価値のあるものなんです。ですから我々こういったものを理解した上で創薬インフォマティクスというのをうまくコントロールして現場で使っていかなくてはならないという、逆にミッションがあります。はい、これがまあドッキングの基本的なところですけども、ちょっとポイントをおさらいします。まずドッキングは探索がまず重要、探索で探し損ねていたらいくらスコアリングをやってもダメだということはよく覚えてください。でドッキング探索が十分に行われるか、スコアリングが十分、次はスコアリングが十分か、で最後紹介したように、高精度の計算とラフな計算をうまく使い合わせる、これがドッキング計算のポイントになります。それではここまでを踏まえた上で、一応疑似的に、バーチャルスクリーニングの手順を短時間で追ってみたいと思います。で、バーチャルスクリーニング、インシリコスクリーニング、同じ意味です。これを、ストラクチャーベース SBD に基づくバーチャルスクリーニングをやるためのステップというのは、ここに挙げた5種類のステップを、得なくてはいけません。まずは鍵穴を用意するという話をします。鍵穴はもちろんおおよそ多くはタンパク、まあ、DNA の場合もありますけども、タンパクです。
で、タンパクを用意するときのポイント、ゴールは鍵穴ですから、細かく精度の良い鍵穴である必要があります。これを実験で言うと X 線の座標というのが一番理想的です。 NMR は残念ながらドラッグディスカバリーにはやや精度が落ちる場合があります。で、それでも X 線や NMR がない場合はコンピューターで予測するという方法があります。ただし注意してほしいのは、最初の方で紹介したようにタンパクも動きます。ですからどういう鍵穴の状態を使ったかということで予測精度は変わります。ここに面白い例を一つ紹介します。これはタンパク質として、メタボトロピックグルタメートレセプターサブタイプ1というタンパクを右の図に示しています。このタンパク質をプロテインデータバンクで検索もしくはブラストで検索すると2種類の PDB がヒットします。この2種類のタンパクはアミノ酸配列は当然一緒ですが、プロテインデータバンクに登録した研究者が違います。ある研究者はアンタゴニスト、拮抗薬を一緒に混ぜ込んだ形で結晶を取った、グルタメートレセプター、ある研究者はリガンドフリー何も入ってないグルタメートレセプターを、PDB にデポジットしています。で、我々が、グルタメートレセプターを取りたいということで PDB にアクセスして何も考えずにたまたま下のこのリガンドフリーのグルタメートレセプターをドラッグディスカバリーの標的として使おうと判断してしまったとします。どういうことが起きるかというと、右のコンピュータグラフィックスの図は、水色がリガンドフリーのグルタメートレセプターで、グリーンがアンタゴニストが入っている方なんです。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、リガンドが入っていないこのブルーの方はもう完全に口が閉じています。一方でアンタゴニストが入っているグルタミトリスプターは、アンタゴニストに合わせて口が開いて、こんなに座標が違うんですね。これ一生懸命合わせたつもりですけど、これぐらいずれます。で、通常、リガンドフリーのものを使ってしまうと実質ポケットがほとんど塞がっているので、塞がっている中にドッキングシミュレーションしようとしてもほとんど弾かれるに決まっています。でもちゃんと理解している人が、これはどうせ我々はアンタゴニストを探したいんだからっていう研究課題があれば、アンタゴニストの入っている状態をスタートにして、このリガンドを外して他のリガンドが入らないかなっていうシミュレーションをした方がよっぽど、信頼性の高いドッキングシミュレーションができますので、レセプター選び、 PDB 選びっていうのはただ PDB が分かっていればいいんではなくて、その情報がどういうものかによってうまく使い分けないと、きちんとしたドラッグディスカバリーにつながりません。ただ我々はスーパーコンピューターとか神戸にある K コンピューターを使うから、アポホームっていうのはリガンドフリーホーム、リガンドが入ってないものを使って MD でこじ開けるんだっていうなら別ですよ。そういう人もいます。 MD でちゃんとこう開ける過程を見届けた上でドラッグディスカバリーをするという方もいますから、そのどういう PDB を使うかっていうものに関しては、その前にお膳立てした手法、自分が持っている手法と相談しながら、どういう PDB をスタートにして使うかということがとても重要なんです。はい、こういったことさえきちんと押さえれば、まず、レセプターの用意というのができます。では次に、リガンドの用意、リガンドライブラリーといいます。ライブラリージェネレーションです。はい、これは、ゴールは十分に多様な化合物セットです。たくさん用意しましたよ、数百万件僕は、ライブラリーを用意しました。でも蓋を開けてみたらほとんど糖、シュガーっぽいのしかなかったりとか、そういうことがあってはいけません。やっぱりいろんな化合物、核酸っぽいものが入っていれば、クマリンみたいなものが入っていたりとかっていうですね、いろんな多様なセットがないとバーチャルスクリーニングの意味はなしません。で、通常企業さんに言うと7年、蓄積した自社化合物、もしくはそういう化合物をたくさん作っている専門業者が、そういう化合物、うちはたくさんこうダイバーシティの広い化合物を持ってますっていうんで、そういうビジネスをしている人がいますので、そういうものをスタートにしてバーチャルスクリーニングを開始します。ただし気をつけなくてはいけないのは、Not ドラッグライクと書いてますけども、お口に入れてもう確実にまずそうなもの、飲んでしまったら最後、ずっと代謝されずに体内に蓄積されてしまうもの、飲んだらいいものの泡を吹いてしまうもの、そういうものがあってはいけません。やっぱり程よく
標的タンパクに効いてマイルドに代謝されるというのが、ドラッグの理想的な形なので、そういうものをあらかじめ、プレスクリーニングしておく必要があります。あとはいくら効いても大量生産できない、有機合成化学者がこんなの絶対、収量が悪くて、とても産業界のに大量生産できないよと言われれば、それはそれで断念する必要もあります。でここで皆さんに、大事なキーワードを一つ紹介しておきます。ルールオブファイブというものです。これも民間の製薬企業に行きたい方は必ず覚えてください。別名、リピンスキールールというふうにも言われています。リピンスキーといったのは、ファイザー製薬の研究者の名前です。リピンスキー先生が、発見したルールです。でどういうものを、リピンスキー先生はどういうことをしたかというと、ワールドドラッグインデックス、世界中で常駐している化合物を2245眺めまして、分子量だとか水への溶けやすさ、溶けにくさという 6P と呼ばれる疎水性値です。化合物の疎水性値や化合物が持っている水素結合のドナーアクセプトの数をカウントしたところ、お薬としてどうもうまくいっているもののルールとして、分子量は500以下、6P、疎水性は5以下、疎水性値というのは値が大きくなればなるほど水に溶けにくい、油っぽいというものなので、それが大体5以下で、水素結合の、ドナーの数が5以下で、アクセプターの数も10以下のものが、どうやらお薬として成功している化合物の共通の顔つきだねということを発見しました。でこれが5の倍数に関わるこのことから、まあ、シャレたネーミングですね、ルールオブファイブというふうにリピースキー先生が、提案し始めて、これがあっという間にこの業界の一つのお薬らしさっていう基準になりました。で、ここで問題です。右の2つの化学構造、どれがドラッグライクフィルタールールオブファイブをクリアするものでしょう。簡単ですね。上です。下は到底分子量にしてもドナーアクセプターの数にしても、 6P はひょっとしたら OHK が多いからクリアするかもしれませんけれども、他で多分脱落します。明らかにバッテンの構造っていうのはお口に入れたくないですよね。中見る限り体に悪そうですね。で上の分子は、皆さんご存知の、タミフルです。つまりこういう基準があるだけで、先ほど言った数百万の化合物でもこの、5のルールだけで振り落とすと、ある程度まともな化合物が残るんですね。でまともな化合物が残ったら、そいつに関してだけドッキングシミュレーションをするということで、初めからこう安全な化合物だけを集めるということがライブラリージェネレーションの中で重要なプロセスになるわけです。はい、では次にドッキングをします。ドッキングに関しては先ほど紹介しましたので、細かいことは、紹介しません。正しい結合モデルを出すということが重要です。で正しい結合モデルを出すことが重要だということは、先ほどのドッキングの基礎でも紹介しました探索とスコアリングという問題があると。でただしですね、受容体の結晶構造の、電子密度のレゾレーションが悪い場合とかっていうのは、やっぱりそれに起因してドッキング計算の精度っていうのは下がってきます。でも、こういう時に我々は、ドッキングの結合エネルギーだけではなくて、もう少しインフォマティックスの情報を使ってなんとか補正できないかっていうことを、この分野では考えています。その一つの情報を皆さんに、ある処方方法を紹介します。その一つの方法が、ストラクチャーインタラクションフィンガープリントという方法です。どういうことかというと、右に書いている図はタンパク質に化合物が入っている状態を示しています。そこでタンパク質の方のアミノ酸配列を普通の配列を並べるようにこうアミノ酸配列数分のビットを持った、情報があるとします。そしてタンパク質の立体構造を見て、化合物に相互作用している残基だけをアミノ酸配列上にこうビットを立てます。すると、バインディングしている様子っていうものがタンパク質のどの残基を使っているかっていうタンパク質のビット情報に落ちます。
こういうことを使うと何ができるかというと、例えばタンパク質にいろんな化合物が入っている場合、化合物っていろんな骨格があるので、タンパクとかでよくアライメントとか言いますけど、そういうことができません。どこの骨格リングを合わせればいいかとか、化合物同士の比較、構造比較ってとても難しいですね。でもそれぞれのこうタンパク質のくっつき方っていう情報を、タンパク質のどの残基を使っているかっていうビット情報にさえ落とせば、化合物の骨格に関係なくそのビットを並べれば、それだけで、その作用基準の共通な作用基準とか、どこの残基を使っているかっていうことが、情報処理として扱いやすくなります。ですからこういうことを使って、たくさんドッキング計算が出た、でもエネルギー値だけではちょっと心もとないっていう時に、お手本となっている例えばこうメルクとか、グラス GSK さんとかイーライ・リリーさんが発見したような、よく聞く化合物の記憶結晶があった時に、そいつが使っているような残機の使い方をと同じ付き方をしているものを取るっていうことを少しバイアスをかけると、作用基準が似ていてなおかつ化合物の骨格が違うというものを探すことができるんです。ですから実際にそういうことをすると、ある、それを実証した論文が紹介されていまして、エネルギー値だけ、このグラフの縦軸はエネルギー値なんですけども、エネルギー値が低いだけではなくて、横軸のそのビットのシミュラリティですね、お手本となる効きの良い化合物が使っているタンパク質の相互作用ビットと似たようなビットを抑えている化合物を選定するということで、こういう二軸でですね、それぞれの化合物のドッキングシミュレーションの結果を考えると、本当に活性のあった化合物を赤で示してますけども、エネルギーが低いものというのは他にもいくらでもあったんですけども、そうではなくて、やっぱりリアルに活性があった化合物というのはエネルギーもそこそこ低くて、作用基準もやっぱりお手本となる、リガンドのくっつき方と似ているものが選ばれてきたということが分かります。こういう何か物理科学的にまだ、マチュアじゃない未成熟な部分を、こういう情報科学的な方法が介入して、少しでも化合物の、高価質な化合物を、コンピューターで予測するということを実際にこの創薬インフォマティクスでは行っているわけです。ちょっとマニアックな話なのでイメージとしては覚えています。こういうエネルギー物理科学的なファクタープラス情報科学的な類似度というものを使ってうまく、化合物を探し当てる、こういう技術が使われているということをお伝えしたいわけです。で、リガンドのスコアリング、これも先ほど、基礎で紹介しました、結合エネルギーと非結合エネルギーの、非結合リガンドをうまく分離できる、スコア関数であるということです。でこれに関しては、量子化学計算から、古典力学、経験的ポテンシャルというレベルがあるということを紹介 しましたし、その精度と、CPU タイムに関してはトレードオフの関係があるということを言いました。ただ、ここでは1枚だけのスライドで、今の世の中の最前線の結果だけを紹介します。これは、非常に日本人の、が活躍しておりまして、当時富士通にいた藤谷先生、今東京大学に移ってますけども、藤谷先生が、ある論文で GCP という論文で発表したんですけども、これがですね、実験の活性値とほぼ完全一致のエネルギー値を、分子動力学計算を使って算出するという方法を、考案しました。ただし、この活性プロットを作るために、当時富士通のバイオクラスターっていう非常に高価な、並列コンピューターを数ヶ月ガンガン回してやっとこの結果が出たっていうことなので、まだまだ実用レベルではないんですけども、その求められる精度っていうには十分に、実験者民間企業の方のこう求めているものを満たす手法として非常に注目されています。あとはこれをどうやって、その低コストのコンピューターでこの精度を実現するかというのが今、取り組みがなされています。ですから時間さえかければ結構ですね、エネルギーと活性値というのはほぼ、理想に近い手法というものは、現在世の中では開発されているというふうに覚えていてください。あとはそれを数ヶ月という現場レベルでどう使っていくかということが問題であるということになります。で、ここで最後、
ヒットした後の処理なんですけども、これは、いよいよもうゴールに近いんですけども、ゴールに近いゆえに特許情報他社がもう取ってないかということをチェックしたり、いよいよ独占はないかということをもう一度確認したり、大量合成するために大丈夫かどうかというものを考えたりします。まず一つ、すごく我々の化合物はヒットがあったんだけども、このままでは他社さんの特許に引っかかってしまうということが多々あります。でこういう時にどうするかというと、例えば、一例ですけども、このバイエルが見つけましたこの薬、この薬が他社とかぶってしまうという時に、バイエルさんはどういうことをするかというと、この中のこの部分だけでも変えちゃえ、この部分だけでも変えちゃえ、この部分だけでも変えちゃえということで、どっかを変えることで特許を逃れ、なおかつ作用、基準、活性は保ちたいということを考えます。でこの、バイエルの化合物は実際にファクター 10A というタンパクにこのようにこう S1 ポケットが奥に入るような形で入っています。ですからこういうものを見ながら、ここを変えるときはこのポケットのサイズを慎重に考えながら変えなきゃいけないし、この部分はむしろポケットの外に出ているので割と自由に変えてもいいかもしれないというふうに、タンパクの、形との結合を見ながら、特許逃れをしていくということをします。で、この特許逃れなんですけども、エキスパートが見てこう考えることも可能ですし、立体構造をうまく活用する場合はこういう方法があります。このバイエルが見つけてきた化合物だけではなくて、他に知られている化合物を同じこのファクター 10A というものにこうドッキングシミュレーションもしくは強結晶情報をかき集めて、同じレセプターの上にこうリガンドを置きます。その中で他のリガンドと結合がの置き換えが可能なところを探してこうシャッフルするんです。だからここだけ他の化合物のある化合物でちゃんと入るという実績が保証されているものを置き換える、フラグメントシャッフリングとかフラグメントスワッピングって言いますけども、こういうことをしながら最初としては、リード化合物はこれなんだけども、他の化合物とこう混ぜこぜにしてこうシャッフリングして新しい顔つきにして特許申請出すと、こういうふうな形で最後のこう化合物のこう仕上げの段階をしていきます。あと、もう一個実はバーチャルスクリーニングで、問題になっているのがフリークエントヒッターと呼ばれるものです。でフリークエントヒッターって何かというと、いろんなものにくっつく、 GPCR にもくっつく、キナーゼにもくっつく、何にもくっつくっていう、こういう不思議な化合物があります。こういったものは医薬品開発の敵ですので、なるべくそういった、化合物っていうのは初めの段階もしくは最後でもいいんですけども、こう除去したいんですね。でこれに関して、ロシュ、有名ですね、ロシュグループがある手法を考えました。ある手法っていっても皆さんもよく講義でご存知の機械学習ですね、情報科学の方はよくおかしいと思います。ニューラルネットワークを使ってある処理をしました。でどういう処理をしたかというと、ロシュの、これ論文にそのまま書いてるんですけども、ロシュグループのボランティアでロシュのケミストにインタビューして、君が実際に今まで研究開発に携わっててしょっちゅうヒットする嫌な化合物を覚えてるものを教えてよということで、479か自社の中でアンケートを取って、この化合物って必ず何でもスクリーニングでヒットするんだよねっていうのを見つけてきて、一方で423のちゃんと選択性があった化合物っていうものを正の正しい化合物と嘘の化合物っていうその学習のネタにして、あとは化合物の骨格をつによるなんかこう分子量とか先ほど言ったログフィーとか、どのアクセプターとかそういうディスクリプターという後で後輩に紹介するいろんな記述書を使ってニューラルネットにこう食わせてですね、その何か分かんないけど非線形問題としてそのフリークエントヒッターと選択性のある化合物がどう識別できるかということをロシュの中でこう機械学習をやったんですね。すると非常に高い精度でですね、彼らは 90% って言ってますね、
90% でそういうフリークエントヒッターとそうじゃない選択性のある化合物を機械学習で分けることができたということを論文で紹介しています。残念ながらフリークエントヒッターとして使った479化合物の顔つきは論文では見せていません。当たり前にそれはもう極秘中の極秘の情報ですよね。でも、まあ、そのストラテジーとして論文としては、JMC に出てますけども、こういうことをすることで、初めからそのフリークエントヒッターをライブラリージェネレーションの段階で除去してもいいし、いよいよこれをチャームをかけて作ろうかなという時にこれをかけて、あ、こいつは多分他のタンパクにもつくよ、開発はやめましょうというふうにこう実験の前に歯止めをかけるかということで、まあ、こういうことも、情報科学が非常に生きている、この創薬の分野で生きているある応用事例だというふうに、思います。はい、ということで、ここまでがストラクチャーベースとドラッグデザインに関する、お話をしてきました。ちょうどここでですね、スライドとして切りがいいので、休憩を入れまして、最後タンパクの形に頼らないリガンドだけでどう戦略していくかという話から後半を進めていきたいと思います。